では今回のことが一体どれほどのことなのか改めて確認します。こちらは国内のサッカーリーグ最高峰に所属した県勢をまとめた表です。 J リーグが始まる前、1980年にジュビロの前身ヤマハ発動機が日本リーグの一部に昇格してから43年の間、静岡のチームが日本のトップカテゴリーに名を連ね続けてきました。しかし今回の同時降格によって J リーグ発足30周年の来年、静岡のチームはいません。これはちょっと衝撃的ですね。そうですね。この結果以上に静岡のサッカーは今深刻な問題を抱えていると言えます。エスパルス、そしてジュビロの OB 松原芳香さんです。悪夢ともいえるダブル降格をこう見ます。まあ来る時が来たなっていうふうに思いますね。これはもう決してエスパルスやジュビロ、この J クラブだけではなくて、この静岡サッカーの歩みっていう、まあ、育成普及いろんなところも含めてのこう積もったところが散り積もったのが今だと思って。先日発表されたワールドカップのメンバー、県内出身選手はわずか1人だと騒がれましたが、もっと深刻なデータがあります。 J リーグが始まった年の開幕戦、先発出場した2割近くが県勢でしたが、今年の開幕戦はわずか 5%。 静岡の選手が脚光を浴びる機会は減り続けています。この現状を打開するため、松原さんが提唱するのは、一言でじゃあジュビロのサッカーはエスパルスのサッカーはって言った時に、多分誰も言えないと思うんですよ。まず定義をしっかり作ることっていうのは最も大事だと思いますね。まあ、そこの定義がなければ、あ、いい選手だからって、いい選手って何をもっていい選手なのかっていうところが、まあ、ちゃんとクラブの中でできてないといけないと思いますし、じゃあどうやってやるの、教えるの指導者なんですよ。良い指導者を伸ばすためにそういった決める側、この監督やコーチやアカデミーもものすごい大事だと思うんですよ。ここをちゃんと田植えをしっかりとこうやる、コツ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 やっていく、もう雨が降ってももう大雨になってもコツコツやることですよ。もう一回土持ってきてとか肥料撒いてとか、その時期だと思いますね。今日 SBS 静岡新聞に今シーズンの報告に訪れたのはエスパルスの権田選手です。この静岡というサッカーどころで、J2 に降格してしまったことを本当にまず申し訳なく思ってます。ゴンちゃん、久しぶり。いや久しぶり。元気。代表キーパーが肌で感じる静岡サッカーとは、明るい未来のために何が必要なのかズバリ聞きました。今までのこのエスパルスとか、もっと言えば静岡サッカーの歴史が、積み重ねがこうゴンとこう現れたのかなっていうふうに思ったね。もう本当にでも、まあ本当吉川さんはじめ、やっぱ本当皆さんがやっぱ作ってくださったやっぱ歴史っていうものは間違いなくて、サッカー王国っていう言葉が静岡は正直ぴったりだと思うんですよ。こんなにこう報道でニュースを報道してくれて、こんなにこうサッカー選手っていうものに街の方が気づく街って多分ないんですよね。やっぱり本当サッカーどころっていう文化は間違いなく根付いてる。ただそれは大先輩方が作ってくださった歴史の中でのサッカー王国ですと、僕らが何かをしたわけじゃなくて、やっぱ本当にそのサッカー王国と、まあ、今呼ばれてたって言い方をしますけど、呼ばれてた時代の方々が作ってくれたものっていう感覚をやっぱ一回持たないといけないのかな。今エスパルスにかかってる選手スタッフがサッカー王国を作るんだじゃないですけど、ニューサッカー王国静岡を作るんだっていうぐらいのやっぱりこう気持ちでやらないと。一方、ジュビロは昨日渋谷監督の退任を発表しました。来シーズンに向けた戦いはすでに始まっています。1年で J1 に復帰することはもちろんですが、そこで定着し新たな時代を作るためにも静岡サッカーの長期的ビジョンの構築の必要があります。